はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。始まりましたね。精霊バンバレアトロスコアアタックということで限定ですね。今回 SSS ランクの精霊バンバレアがなんとランキング上位もしくは切り番でもらえてしまうということで、これはね狙いますよ切り番。今回は6種類のパーティーをね僕は考えてみました。なのでまあそれをねまあ参考にするなり、まあ自分に合ったねパーティー見つけるなりしてもらってねやるといいんじゃないかと思います。今回はスコアボーナス持ちの妖怪がキャトリーヌ、スコアボーナス 175%、 そして魔人バンバラヤスコアボーナス 85% なんで、すごいよね、合わせて 260%。 どうなのっていうね、僕は両方持ってないんですけども、非常に厳しい状況ですけども、まあ楽しんでやっていこうかなと思います。フレンド見るとすごいよね、なんだこれは、もう桁が違うぜ、みんなすごいよね。そしてご褒美一覧見てみましょうか。おお、2000位までに入れば精霊バンバレアもらえます、 SSS ランク。そしてエルドラゴーン SS ランクももらえるじゃないか。しかも結構もらえるぞ、2500位までもらえる。もしねここに入れなくてもまたなんかいろいろ Y ポイントとかねもらえるんで、達成 スコアボーナスもありますね。まあこれはね順位関係なくもらえるんで嬉しいよね。さあやっていきましょうか。アイテムはね基本は全部使います。まずはねこんなパーティーでいきます。エンラエンラ紳士攻撃力アップです。電人デカプニを作る、ミスタースコープ単体攻撃、静電気単体攻撃、そして江戸川コナン横一直線に妖怪プニを消す。今回ね不思議族が有利種族ということで、まあ有利種族を選ぶとねだいぶスコアが違うんですよ。なのでこんなパーティー選びました。まあ A ランクと B ランクの妖怪なんですけども、攻撃力アップしときのフィーバータイムに必殺技を叩き込んでいく作戦です。そしてやはりね単体攻撃が一番スコアが伸びる、まあこのクラスのね A ランク B ランクの妖怪ですだと、まあそんな感じなんで、まあ、強力な単体攻撃選んでみました。まあこれはねまあ自分の持っている妖怪で攻撃力アップ1体入れて、まあ、あとはね単体攻撃の強いやつを入れればいいんじゃないかと思います。まああとはね、まあ、電磁みたいなデカプニを作る妖怪も、まあ、スコアアタックではねなかなか使えます。で有利属性の不思議属で種族効果5体をね不思議に合わせることで 30% の勝ってちょっとね若干強めというね感じでやっています。ただねちょっとやっぱり A ランク B ランクだと体力がねこの時間よりも体力的にこうやられちゃうっていうね、今もうギリギリですね、残り123で残り7秒という感じなんで、ちょっとねそこが難しいというかね、ある程度妖怪レベルが育ってないとちょっとね辛いかなという感じです。さあ電磁で膨らめて、さあもう一回電磁膨らめます。さあ静電気打てるかな、ああちょっと打てない、あちょっとね体力切れですね。まあでもそれでも236万まあまあいきましたね、今週のハイスコア。さあもう少しねレベルも上げていきます。今回はねミッションがあるからね、さあランキングはまだ6万6000位ですね。ミッション報酬受け取ります、大経験値玉ゲット、これ嬉しい。さあ先ほどと同じくね有利種族使っていきます。大人界攻撃力アップ、ヌエ単体攻撃、フーマザル複数範囲騎士、まあ先ほどよりもちょっとランクをね上げてみました。電磁使いましょうか。まあ大人界で攻撃力アップしときの、まあ、単体攻撃を打ち込んでいく作戦です。
まあ容量は先ほどと一緒ですね。まあただね、妖怪のランクレベルをねちょっと先ほどより上げたんで、まあそれでどれぐらいスコアが伸びるのか、そのあたりをねちょっと見たいなと思います。今回の精霊バンバレアとのスコアアタックでは挑戦可能の種族が不思議族、プリチー族、そして不気味族、閻魔族となっています。まあ不気味がね種族的には不利、相性が不利なんですけど、まあどうなんだろうね、ちょっとこの後また見てみたいと思いますけども、さあ2回目のフィーバータイム目指して技レベル貯めていきます。どうなんでしょうかね、皆さんはどんな妖怪で挑戦しましたでしょうか。やはりスコアボーナスつく妖怪入れてますかね。なかなかガチャから出ないっていうね。さあフィーバータイム、大人界で攻撃力アップからの、やっぱりね A ランクになるとなかなか攻撃力のねアップもありますね。さあ必殺技どんどん打ち込んでいきます。さあ電陣が膨らめたいけど、来ましたね電陣膨らめの、おいい感じ。さあここでまた一発、もう一発、あーっと打てない。まあでも先ほどより若干伸びたかなという。さあ報酬いただきます。超経験値玉ゲットです。スコアチャレンジの6。今度はねちょっと女の子妖怪使っていきます。ネタバレリーナ、攻撃力アッププラス回復、そして百鬼姫、こちら整理する妖怪、卵の黄身、そして吹雪姫、パンドラ、これね単体攻撃強いです。さああんまりねスコアアタックで百鬼姫使ってる人いないと思うんですよ。まああえてちょっと使ってみました。こんな感じですよというね、意外とねまあ整理することによってまあ一気にね長くプニをつないでフィーバータイムに入りやすくして、しかもデカプニを作ってね技ゲージ貯めるという。まあただねこれ自体に攻撃力ないんで、まあ、若干ね一発分ちょっと損してるっていうね。なのでまああんまりおすすめはしないけど、まあ持っている妖怪、あんまり育っている妖怪が他にないぞという方はまあまあありって言やあり。今回は女の子妖怪5体、そしてプリチー族5体揃えてみました。種族効果 30%。 ただプリチー族はまあ有利、今回ね有利属性でも不利でもないのでまあまあ普通っていう感じです。さあ攻撃力アップからの、まあ、基本はねフィーバータイム持ち込んで攻撃力アップ1回かけの必殺技を打ち込んでいくっていう感じです。卵の黄身はなんだかんだ言ってまだイベントっていうのかな、もう常に常設されていますけども、やってますかね。さあ長くつないでいきます。さあ終了。まあ、スコア的にはやはり整列妖怪分1体ねアタッカーが少ないんであまり伸びずという感じですね。次はね閻魔パーティーです。覚醒閻魔、そして暗黒神閻魔、このあたりは SSS ランクのね閻魔投入していきます。時空神閻魔、今回はねこの閻魔族が使えるっていうところがちょっと面白いよね。闇閻魔も使っていきます。種族効果が 47% ですね。覚醒閻魔の種族効果プラスがついてます。でこれはどうなんだろうね、 SSS ランクを4体使って強いんだけどスコア的にはどうなのか、まあ、そこちょっと気になるとこではありますよね。
さあ太陽神で一気に貯めます。でこっからもう必殺技打ちまくり。この辺りの暗黒神そして時空神はねカウントが止まるんで、結構1回のフィーバータイムに何回もうまくやればね打ち込めるんだよね。そして覚醒魔、そして暗黒神もちょっと打ちフィーバータイム中にはね打ち切れないんですけども、まあ打っていきましょうか。まあ1回の必殺技が何といっても強力なんで、まあスコアはねそこそこ出ると思います。あんまりでもこのパーティーでスコアアタックやってる人いないと思うんですけど、さあもうすでに太陽神溜まってますね。他のエンマも溜まってます。結構ね溜まりやすいんですよ。さあフィーバータイムに打ちましょうか。さあまず暗黒神から、順番としてはね暗黒神打って時空神打って、まあ、若干デカプニができた状態で太陽神回すとね、もう一回暗黒神と時空神が多分ね打てるんですよね。そして最後闇エンマあたり、さあ太陽神これでまた溜まりましたね。もう一回暗黒神、さあ回し消し、そして覚醒魔ですかさず闇エンマ、まあ、必殺技自体は強力なんだけどね、どうなんだろうスコアの方気になるよね。さあ終了、お結構伸びた、700万オーバーですね、770万ですね。まあまあランキングが上がりましたね。3万4000位まで上がりました。さあ報酬受け取ります。さあスコアチャレンジの7、それではねキラコマ使ったパーティーいきます。エジソンスコアアップ、ホテイソン攻撃力アップです。ピンクエンペラー攻撃力アップ、そして太陽神エンマなぞり消し、そしてキラコマなぞり消し、こんなパーティーでいきます。まあ、やっぱりねなんだかんだ言ってもねスコアアップの妖怪が入ると入らないのでは、多分ねここで大きくスコアがね変わってくると思うんですよ。今回はエジソンスコアアップ入ってます。今回の種族縛りだとこのエジソンだけかな、スコアアップの妖怪として使えるのは。なのでまあエジソンを持ってるか持ってないかでちょっとね大きくスコアが変わるんじゃないかと思います。そしてあとはどうだろう、キラコマ、これもねやっぱりなんだかんだ言ってスコアが伸びますね。なぞり消し、あとは太陽神、まあ要するにあれだよね、ワイマネー稼ぎパーティーが結果としてねスコアが取れるという。さあ2回目のフィーバータイム目指して貯めていきます。さあフィーバータイム入りました。まあキラコマとねエジソンは太陽神を回せばね多分貯まるんで、まあこれはいいでしょう。さあ太陽神、やっぱりねなんだかんだ言って太陽神って使えるよね。さあキラコマ、さあエジソン打って、さあフィーバータイムを抜けてここまでです。スコアの方が先ほどとはもう桁が変わりました。4200万ですね。やはりスコアアップ妖怪入ると変わる。あ、一気に上がりましたね。1万5000円まで上がりました。さあ報酬受け取ります。スキルの秘伝書、これは嬉しい。
さあそれではね、次は極妖怪使っていきます。さあピンクエンペラー、この辺りは先ほどと一緒、極オロチをね入れます。そして太陽神、キラコマの代わりに極オロチを入れてどうか。やっぱりなんだかんだ言って極妖怪は最強ですね。今回不気味族が不利な種族といえども、それでもやっぱり極は強い。ほぼ反則レベルだよね。さあホテイソン攻撃力アップからのピンクエンペラー、そして太陽神回します。さあこれで G 溜まりましたね。さあエジソンでスコアアップです。さあ G 打ちます。さあ残り27秒。さあもう一回フィーバータイムね持っていきたいと思います。ちょっとね必死で溜めます。さあ極オロチが溜まった。さああとホテイソンとピンクエペラーと太陽神に溜めたい。来ましたね。さあこれでフィーバータイムを入りました。さあホテイソン攻撃力アップからのピンクエンペラー、そして極オロチ、ちょっとね時間がないんで極オロチがね1回しか打てないかな。貯めて、あーちょっと厳しいかな。コンティニュー使って、さあ太陽神回します。でオロチが溜まりましたね。もう一発いけるかな。ギリギリちょっと力不足ですけども、一応打てました。これでどうだ、終了。ちょっともう少しねコンティニューやってみましょうか。さあ終了。お、7000万ぐらいいきましたね。まあうまくやればねもう少し伸びるんじゃないかと思います。これでどうだろう。お、11000円まで上がりました。